ボンソワール。今日はよいしょ、ミノー、これを使って銀鮭とニジマス、これを狙ってみたいと思います。頑張るぜ。はい、で今日、ミノーフィッシングということで、使ってみるのはこちらのパニッシュの 55SP っていうんで、グリグリって潜ってから止まるタイプのものを使ってみたいと思います。でね、ニジマスくんと銀鮭くん、やっぱり狙うポイントはやっぱりあのブクブクしてるところ、あそこで狙います。まあ狙い方もね、ビューッと投げてただ巻きするだけじゃなくて竿でアクションしながら誘っていくっていうのがミノーの醍醐味です。そうだね。おお、来たー、すげー、あのシャワーの中、シャワーの中、うふー、おー、銀鮭だ、やったー、ブル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 、銀鮭ゲットだぜ。ちょっとちっちゃいけどね、すごいよ、ほらたくさん上手にやってました。うわ、楽しい。ニジマスと銀鮭の、ちょっとした釣り方の釣り分け方のコツなんですけど、ニジマスは結構ピタッて止めてる時にドンって食ってくることが多いんですよ。なんでアクションしたら待ってみるのがポイントです。待ちを長くすると結構ニジマスが多くかかる感じで、銀鮭っていうのは不思議と結構アグレッシブなやつが多いんで、オラーって食ってくるやつがすごく多いんですよ。なんでちょっとリズムを早めに断続的に、ん、永続的ごめんなさいね、まあ連続的にトン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 っていうような感じにアクションをしてあげると銀鮭が結構確率高く食ってきます。まあイメージ的にはこんな感じかな。ニジマスを狙うときはピタッ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 、このときリールはしっかりちゃんと止めてあげることがポイントですよ。しっかりルアーがピタッて止まってあげること、これがポイントです。で銀鮭の場合はなるべくトン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 とリズムよくアクションしてあげること。今握ります。とりあえず流れから外れたんで、流れのところはちょっとメリハリよく銀鮭を狙う感覚で、そこからちょっと流れから外れたと思ったらそこでちょっと止めを長めに、今握ります、狙いに切り替えたら狙い通りドンって感じだったかな。本当にでもこのねミノはアクション次第で本当に超が超変わるから面白いよ。あ、寒くてごめんなさい。おっしゃ、来たー、さあ、どうだ、ミノーゲーム最高だべ。はい、ざっとですが今日、ミノーゲームやってみました。また何か分からないことがあったらお気軽にスタッフにお声ください。本当にミノーゲーム面白いんでぜひ楽しんじゃいましょう。